ちは、かくすけです。やっていきます、ザ・ベイグラント。はい、クリシアン族の移住地とどっかに向かってたよね。ここから左か。オッケー。なんか変な感じの場所だね。門は閉じてしまった。はい、わかりました。閉じてしまったな。ピカピカだ。ピカピカを持ってかれたんだったな、そういえば。お、あー全然届かない。あー落ちた。一番下に行ってみるかな。おー大量肉がいっぱい出てきた。ここ、2階がいっぱい出てくるんだな。そこって、あ、卵発見。よくわかんないやつだったんだけど、今まで私の中では。よいしょ、ちょっとなさい。よしよしよし、 HP ポーションもありがたいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そうか、行くならこれ移動した方がいいね。あ、右側にあったな。戻ろう。ほっ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 、あちゃー。オッケー、よしよしよし。こっち側ね、ここにあったのか、気づかなかったな。よしよしよし、回復をいただきまして、さあ行きましょう。どん。リビアン、今まで気づいて、あ、ちょっと気づいてなかったけど、お尻のあたりも空いてるのね。いやー露出してるなー。お尻気づかなかった。おりゃー大変ですよ。皆さんの視線が気になるな。よし、行きましょう。しかも上がある、ちょっと、よし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 、いいぞ。なんか画面外からなんか飛んできてるぞ。よしよしよし、肉が出るかった。左ね。よいしょ。わー、びっくりした。まったく。お、宝箱発見。えいや、水晶玉ですね。あんた、あ、君直接当たったらダメだったんだね。知らなかった。あのピンクの玉だけだと思ってたよ。当たっちゃいけないのはピンクの玉がいっぱい後ろにあるから。お、宝箱、ちょっといいやつじゃない。お、メデューシャの応援用。石化しないとかかな。多分アクセサリーだよ。あ、違う。あ、あ、強くない ?175 2で、あ、強い。上と悪魔もいいけど、前使ってたのが180が最強だもんね。104 134、これもいいけど、これ、いや、どんどん来るね、強いやつね。まったく、もう大変だよ。あ、ちょっと待って、装備。お、全部ついてるね、レイジとか。ありがたい。で、60、32。あ、どんなもんかな。黒曜石よりこっちの方がいいかな。スロットも溜まってるしね。生命力、最大 HP 受けるダメージ減少、攻撃力上昇、防御力上昇、ダメージ 10% 減少つけてみようかな。うん、 OK。 左上の方なかった？ あるね。
しょっと。オッケー。あ、やった、隠しステージだ。あ、鍵持ってないよな。あ、持ってる。あ、やったね。必殺のポーション、必殺のポーション。待って、永久とか出ない。あ、一時的かな。あ、一時的だね。効果時間15秒間か、微妙だね。この右は何だい。え、キャー、こんなところで叫び声だと。少女の声が聞こえる。え、隠しボスとかじゃない。ぐるるるる、かわいい、かわいい。クマに育てられた女の子かな。大丈夫か、今助けに行く。OK。 あた、クマ攻撃しちゃったらダメな気がする。あ、それそういう攻撃ね。そういえばそういうポーション全然使ってないけど、ここからじゃ使えないのね。さあ、よいしょ、しょ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 。ちょっとちょっと、強い。よいしょよいしょ、オッケー。倒せないことはないぞ。やだ、あ、痛い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 。あー、ちょっと待ち構えてたら、うわー、出た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 。よいしょ、そっちね。よいしょ、あー、避けられなかった。技使おう。オッケー、あ、じゃあオッケー。うっ、回復しよう。たまに突っ込んでくるから。やだ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 、よっしゃい。オッケーオッケー、いいよ。よいしょ、オッケー。あ、避けられてなかった。1、2、3、回復して1、2、3。あー、なんと失敗。でも倒せるね、助けられる。え、そんな近づかないで、その子に。やめて。よいしょよいしょよいしょ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 、オッケー、よーい、オッケー。よいしょ、君たちが来る。あ、ちょっと、よし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 、これこう壊すことはできない。ないないない、オッケー。1、2、3、1、よいしょ。あー、焼けられなかった。1、2、3、爆裂焦点波、いいよ、あとちょっとだよ。あ、ちょっと、あとちょっとなんだから。あたたたたた、来た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 、やめてくれやめてくれやめてくれ。ほほほほ、あた、ちょっとイカみたいなのがいっぱい来る。あー、避ける。あー、しまった、あとちょっとなのに。よし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 。あー、クマちゃん、ぐるるるるぐる、かわいいかわいい。あ、連れてった。これは一体オークの種か、なんて美しい。くれるのか。ありがとうありがとう、大事にするよ。どんぐりくれた。何のイベントだったんだろう。どんぐり、なんかアイテムとして手に入ってるわけじゃなさそうだよね。うん、へー、やったね。いや、こっち来て気づいてよかった。こういうのが他のステージにもあったりしたのかな、実は。かわいかったな、あのクマちゃん。あ、オッケーオッケー。と、料理を。クランブルパイね。HP とレイス、ラックよりは、今回はここら辺だよね。HP ディフェンスとか。肉でいきましょう。で、セーブ。オッケー、行きましょう。今度こそメインストーリーだね。わー。
ダメダメやめて、食べ物違う、食べないで。キラキラピカピカが、なんだ、え、なぜ突然はははって言ってる。お、あー、外側と真ん中の人がいて、外側を先に倒して、よいしょっていう感じっぽいね。お、よいしょ、倒す、よしよしよし、今だね。 OK、 白熱焦点波いいな、この敵。あ、復活。あ、その人が、右の人が敵を呼んで、こっちの人がこの胞子を飛ばしてくる感じだね。うん、そんなに強くないな、これは中ボスレベルだね。うんうん、あた、もうそれはいいな。よしよしよし、白熱焦点波、あれ違う、違う違う、でもまあいいか、それ絶対バチンってしてくるでしょう、やっぱ。あ、なんか呼ばれたな。あ、やめて、よいしょよいしょ、こっちを倒して、だんだん強くなってくる感じだね。やばい、よいしょ、あー、こっち来る、よいしょ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 、はい、オッケー、倒した、1、2、3、はい、オッケー、よいしょ、爆裂焦点波使えない。このタイミングでも来るの、やーねー、この人。よしよしよし、倒して、ははは、ちょっと強そうなの出てきた、やめて、いい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 、あ、ちゃいちゃい、あ、間違った、あ、左行きます。お、マナが落として、マナ落としてくれるのね、いいぞいいぞ、あ、レイジか、いいぞいいぞ、はい、あー、ちょっと、あ、痛い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 、お、1、2、3、よいしょ、オッケー、それは避けて、爆裂焦点波、1、2、3、よいしょっと、1、2、オッケー、倒した、1段階いったよ。あ、普通に真ん中いける、普通に真ん中攻撃できる、爆裂焦点波使って、あとちょっとだよ、よいしょよいしょ、避けて、オッケー、ふふふふ、実は最初から真ん中攻撃できた。うん、ヘドが出るぞ、ベトベトと気持ち悪い化け物め、うぅ、虫を思い出したじゃないか、とにかく腕は取り戻したぞ、取り戻した、ピカピカキラピカピカキラキラがまた取られた、何者だ、ニョッピのこと、ニョッピはニョッピだ、お前はグリシアン族なのか、グリシアン族、ニョッピはグリシアン、グリシアンはニョッピ、グリシアン族に何が起こったんだ、もともとどんなこういう感じの見た目のグリシアン族なのかな、質問質問質問、また質問、お前質問しすぎ、ニョッピがお前に質問する、お前がニョッピに答えろ、ダメダメ、そうじゃない、ピカピカキラキラを持ってるお嬢さんの質問にニョッピが答えなきゃ、ピカピカキラキラがこの人を選んだんだから、なんだ、お前腕輪のことを知っているのか、キラキラのこと、ピカピカキラキラはゾイの腕輪、あ、知ってる、使い方はわかるのか、知らないの、知らないんだ、この人腕輪の使い方を知らない、ニョッピは知ってるもん、でもダメ、ニョッピはおしゃべりやめた、この人ニョッピを食べたがってる、ニョッピ食べられる前にこの人を食べる、え、嘘、さっさと腕の使い方を吐け、さもないと真っ二つにしてやる、真っ二つ、ニョッピは半分になる、ニョッピ逃げる、でもダメ、ニョッピ追い詰められた、ニョッピ、私はな、気が短いんだ、まずお前の足から切り落としてやろう、そうすればもう逃げられまい、怖いな、ニョッピの足、ニ
ニョッピ足大事、ニョッピ何でも教える。分かったらさっさと話せ。腕輪にはどんな力があるんだ？ニョッピは腕輪の使い方を知ってるよ。腕輪は昔ニョッピのものだったから、ニョッピ大きな魔法使いを死んだ人の国に連れて行くために腕輪を使ってあげたんだ。大きな魔法使いは太陽の当たらない世界に行った。大きな魔法使い、誰のことだ？大きな魔法使いはマグヌス。マグヌスは大きな魔法使い。ああ、ニョッピが連れてったのか、あっちに。こいつらマグヌスが作り出した魔法生物か。そういうこと。ニョッピ、お前を神殿に連れて行ってやる。そこで秘密の呪文をピカピカキラキラに向かって唱えたら、ピカピカキラキラ人が死んだ人の国に連れてってくれるんだ。神殿だと私がいたところか。秘密の呪文とは何だ？秘密の呪文はモルトスローカス。モルトスローカス。わかった、もう行っていいぞ。行っていい。ニョッピは自由だ。この人ニョッピを食べない。でもニョッピはこの人を食べたい。そうか、私もお前たちを切り刻んでやろうと思っていたところだ。いやー、ニョッピ逃げる。ニョッピこの人を怒らせた。ニョッピ死にたくない。うん、なかなか可愛い子だったな。さて、神殿に戻るとするか。うん、なるほど。これで、オッケー。これで腕輪の使い方を知ったから、さっきの閉ざされた扉を開けられるようになるんだね。はい、ちょっと回復しましょう。セーブもしてね。はい、行きましょう。あー、服はいいよ。あー、嫌だわ。まだ2300か。あ、間違った、しまった、もったいない。トルネードスラッシュ、お、使うならここで使いたかったな。使うぞ。モルトスローカス。反応した。あ、反応した。これでお前の魂を犠牲にせず深淵に行けるな。でもどうやって戻ってくるの？もう一度呪文を唱えれば門が開くはずだ。そうかな。ねえ、そう簡単に行くかな。ここから先が死者の国か。今まで踏み込んだも聖者はいないと聞く。覚悟はできているさ。本当にいいのか？今なら引き返せるんだぞ。お前まで危険な目に遭うことはない。僕は行くよ。わかった。ああ、カムデン来てくれるんだね。えビビアン、なんだ？ありがとう。あ、出れた、やった、かわいい。礼を言うのはまだ早い。後悔することになるかもしれないんだからな。後悔なんてするもんか。わあ、かわいい。クリシアン領の次元の狭間が解除された。やった、行きましょうか。いや、カムデン本当に来るの？ちょっと嫌な予感するな。このゲーム基本的にうつ展開だからさ、嬉しいけどちょっと嫌な予感というか、すっごい恐ろしい場所じゃないの。行きましょう。怖いなぁ。気持ち悪い敵いっぱい出るだろうなぁ。とうとうここまで来られましたか。誰だ？闇の世界に生きる一階のフクロウでございます。あ、一番最初ぶりだね。わぁ、どうも。あなたね、お前はあの嵐の夜船に現れた。どうやらフクロウというのは不吉の象徴のようだな。心外ですな。小生はただあなたの不幸な運命に引き寄せられているだけですよ。
海に引き寄せられている。ふん、ならばまだ救いはありそうだな。最果ての地で安息を見出されたようで何よりですな。私の惨めな人生はお前にはさぞ面白かったろう。ええ、実に面白いものを見させていただきました。私の死に様を見届けに来たのか。なら残念だったな。私はここで死ぬつもりはない。滅相もございません。あなたはどんな時も実に興味深いお方だ。一つ小生の質問に答えていただけますかな。なんだ。ヴィヴィアン・ヴァーミリオン殿、あなたは何のために戦っておられるのですか。力、愛、それとも真実のためでしょうか。私はただ生きていたい、それだけだ。面白い。やはりあなたは面白いお方だ。ほう。生きるために戦う、これぞまさに万物の理でございましょう。今の言葉を夢お忘れなきよう。暗い旅路を照らす一筋の光明となりましょう。生きたいというのが、お願うのがそんなにおかしいか。ごきげんよう、ヴィヴィアン殿。あなたの戦い、しかと見届けさせていただきましょう。いいだろう、フクロウよ、また会おう。はあ、フクロウ、お父さんとかじゃないよね。言い方、喋り的に違うよな。今のは現実か、それとも幻を見ていたのか。うっ、なんて匂いだ。肺がカビと刺繍で腐り落ちそうだ。気をつけろ、ここは聖者のいるべき場所じゃない。おじけづいたのか、カムデン。違うよ、ちょっと考え事をしていただけさ。フクロウみたいな人を見たんだ。あ、ヴィヴィアン以外にもそれぞれで話しかけてる。お前も見たのか。うん、あれは夢じゃなかったの。二人で同じ夢も。ここならありえるかもな。あいつに何か言われたような気がするが思い出せない。ああそうなのね。だがそれは終わった夢だ。悪夢を終わらせに行くぞ。あと少しで思い出せそうな気がするんだ。あれは何だったの。カムデンは何て答えたんだろうね。同じ質問されたのかな。今は戦いに集中しろ、行くぞ。うん、そうか、行くか。何なんだろうね、あのフクロウさん。うわー、怖っ。後ろの木あれ、気持ち悪い人出てきた。やだよこの人たち。気分乗らないな、こんなところ。あ、ちょっと、あなたはちょっと簡単にね。あ、ちゃい。さっきなぜダメージを食らわなかったのか。え、なんかすっごい通り過ぎていったけど。何あなた。どこに向かって行ってるのかな。それがわからない。とりあえず上の方に行くんじゃないかな。ということで右側に行きましょう。あ、いいね。こうね。あ、この人たちは死んではいるけど。よいしょ。いや、この人良くないや。このユニアさんは嫌いだったな。いや、あのゾンビみたいなのより見た目がいいな。おう、やばそうなところ。上、後ろうごうごしてるよ。笑ってるよ。あ、落ちてくるよ、人が。気持ち悪いな。でしょう。スキップして過ぎ去っていくのがちょっと面白いよね、この人。お、左側。あ、こっちに来るの。あ、でもここまで。ここはここで閉ざされてるのね。うん、よかった。戻りましょう。よかった。あ、また。長いよ、ここのステージ。よいしょ。はい。オッケー。行きましょう。
しょう。こっから、あ、ちゃちゃちゃ。やだー。あ、ここ登れるの。ちょっと左行ってみようかな。あ、よいしょ。あ、いたた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 た。あ、いたー。1、2、オッケー。よいしょ。オッケー。気持ち悪い。全体的に気持ち悪いな。まあ、この子はちょっとかっこいいんだけどね、イカみたいなの。よいしょ。オッケー。と右側になんかな。あ、いたー。びっくりしたー。よいしょ。暗いなー。オッケー。ちょっとお金ちょっと集めとこう。お？なになに？誰か叫んでるね。あー、そこに火がある。お、お、うん、そっち側があるのね。おっと。ほ。毒があるぞ。行きましょう。あ、よしよし、行き止まりだね。お、よしよしよし、宝箱。うん、ここらへん、こっからのボスは使っていきましょうかね。よいしょ、行きましょう。この一時的に強くなるポーション。この右にさっき行ったんだね、私は。え、なにそれ。びっくりした。なに、この人の技、さっきのやつ。よいしょ。おーんと、あ、死。なんだなんだ、やばい。あたー、なぜダッシュ攻撃をしてしまった。ほほほほほほ、これやったら早く取れるとかなさそうね。よし、うん、上側に行きそうだね。左に行った方がいいのかな。よし、石肌のポーションがあったね。アビリティを取りましょう。当時解放を使うと攻撃力が上昇する。うん、防御力上げようかな。うん、ここ進んじゃうかな。あ、ここまでだ。オッケー。よいしょ。その君だったのね。あ、痛い。ちょっと、お、聖なる鎧装備。聖なる鎧は32。あ、微妙。週か。いやー、超えるのかなーこれ。あー、48。あ、いや、弱い。ほ、うん。その攻撃やめてほしいなー。やだ。ほ、ちょっと虫見ていきます。よいしょ。ほうほうほう。あ、セーブポイントだね。オッケー。じゃあ今回はここで終わろうかな。うん。いや、もう果てですね。あ、でも意外にあと5つぐらいあるんだね。でももうちょっとしばらく 2,3 時間ぐらい楽しめそうですね。それでは今回はこれで終わります。ご視聴いただきました。